ほっほー、どうもこんにちは、劇団スカジオンゆうやでーす。あーホットサンド、結構いろんな人にまたやってって会うと声かけてもらえるの。嘘かもしれないよ、俺との話題がなくて。でも俺ももうあんまり挟むもんねえなって思ってたんだけど、気になる商品がセブンイレブンから出たんですよ。チーズダッカルビマン、これがまず美味しいのか、そしてホットサンドにしたらもっと美味しいんじゃないかと思ってやる、そういった動画です。まずは普通のチーズダッカルビマンもですね。おー、うまそうだな。いただきます。ん、うん、うまい、辛い、鶏肉、これもちトッポギも入ってんのかな。うん、うん、チーズ、もうよくわかんねえうまいんだけどちょっとうまく説明できねえよ。前川さん、チーズダッカルビマンが、え、まだこれ俺が作ったんじゃないか。あ、びっくりした。そうそう、これが作ったこんなやつ急にこれが作ったこのこれはお店の、あ、お店ので、これをホットサンドしたら味が変わるのかっていうのにあって、で、元の味の説明をしてほしい。いただきます。俺にはできなかったね。一口、うん、うん、うん、ダッカルビ、チーズ、ん、辛い、辛い、うまみ、うん、辛い美味しいけどね。そう、美味しいけどね味のことは俺はうまく説明できねえよ。ちょっとエチ君も食べてみて。今ね、カメラのエチ君にも食べてもらったんだけど、うん、甘み、うん、旨み、辛み、うん、うまい、うん、おい、ポンコツしかいないじゃないかよポンコツ集団がホットサンドに変えたらどういうリアクションになるのかと。あー、さすが。そう、ということで、じゃあ早速やっていきたい。お願いします。お待ちください、皆さん、お待ちください。お待ちくださいね。すぐ出来上がりますよ。パンを載せます。で、これまた1個しかなかったから、違うお店でもう1個買ってきたから。人気なんだと思う、これ。お店行ったら1個しかなくて。その話最後にするね。買えなかった時の話は、この動画の最後にするんでね。はい、皆さん、待っててください。はい、これを挟んで。あ、危ない、危ない、危ない、誰だ誰だ。はい、これを押し込みます。もう、シュンと。まあ普通に美味しいだろうね。あとは待つだけ。はい、お待たせしました。これからみんなの大好物である小話の方を、このあんまじゃねえ、あんまじゃねえ、あ、いやいや、言わない、やねえ、やねえ、このピザマンもさ、ピザマンじゃねえよチーズダッカルビマン、ダッカルビマン、タッカルビマン、ダッカルビマン、チーズダッカルビマン、チーズタッカルビマン、何回言うのチーズタッカルビマンをね、さっき買ったんですよ。最初のお店に行った時の話なんだけど、超可愛い店員さんがいたの。ずっと見ていたい。隣のおばちゃんのレジに俺並んでた。そしたら、その可愛い女の子がこうススッと来て、あんたは並んでんの待ってんの、予想以上の片言だったんだけど、多分韓国人っぽい人だったんだけど、あんたはまあ並んでんだったらどうぞ。それも含めて全部可愛いなと思って。で、このチーズタッカルビマン、これくださいとか言ったら、どれ、あんた、どれ、可愛い人の肩がここに乗って、どれ、あ、これね、分かったよーって。2つあります、あのね、ないまあ可愛いからいいやと思ってたのね。で、普通にお会計をして、もう一個違うお店で買えばいいやと思って、実際にさっき買ってきたんだけどね。お会計をした時に、次来た時は2つ作る、あるよーって言われて次からは2個用意しとくよってことだったと思うんだけど、そしたらすかさずですね、会計の列が終わったおばちゃんが寄ってきてさ、なんとかちゃん明日帰るでしょ、多分国、多分韓国にもう明日帰る、だからあんたはもう用意なんかできないから適当なこと言わないのよとかって言われてて、で、そしたらその韓国の可愛い女の子が、あ、じゃあ次来た時はあのこのババアが2個作っとくからねって言ってて、そう、多分店長さんみたいな、オーナーみたいなおばあが、いや、ババアじゃないでしょ、全くお姉さんでしょとかって言うんだけど、お姉さんは明日帰っちゃうから本当に次来た時は私はいませんから、ババアが作りますからとかって言うから、もう大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫ですって言って、その場に入れなくなっちゃったから、ありがとうございますって帰ろうと思ったら、こっちのレジで俺お会計をして、ね、外がこっちだった。ホットスナックの前を通り過ぎたら、こっち側にはそのおばさんが、もう俺と同じスピードで歩いてきてて、こう最後に、ババアが作って待っておりますので、そろそろね、お頭いいというところで、パンも出来上がったんじゃないですか。お、いいじゃないですか。はい。サンダー。じゃあ切っていきまーす。硬っ、今日。硬いな、随分。パカー、ほほー、なんか超ふわふわしてる、見て、むにむに、いただきます。あっかい、んん、うまいんだよ、辛いんだよ、ほんとチーズ、あれ感想一緒だな、けんちゃん見た目もいいんですけど、ね、見た目すごくいい、うん、いただきます。はい、ん、チーズきた、あああ、うんうん、さっきとのさ、うん、違いないよね、
いやでもこのパリッとした食感はパリッとした食感はねすごくいいですよ、うん、ういでいいですせん何でもねホットサンドのいいところは俺本当そうだと思ってるんだけど、うん、お腹いっぱいになるこの3枚のこれ100円なんでタッカルビマンもまあ100いくらじゃ大体じゃあ200円ちょっとで結構でこれで足りなかったらバターでも食べればいいじゃないそれは食いすぎでしょ1回食パン3枚は食いすぎでしょそこはいいでしょ別にまあ人それぞれだもんね5枚ぐらい食べるのには5枚ぐらい3枚多いよごめん3枚は禁止でケンちゃんそうでしたあいや違う違う違うえちょ恒例のやつやっとかなきゃ妹さんにあトピックスがあってさそれおーおーおー親戚でやってるグループラインっていうのがあるの、ね、親戚のグループラインがあるのそう仲いいな俺はたまにしか参加しないんだけど、うん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 、そこに妹がたまにさ書き込むんだけど家族宛てのものを間違ってそっちに LINE しちゃってる時があるのよ、うんうん、はい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 それでなんかあの当てられたみたいな事故だみたいなのがえでそれを LINE に出てきた後に、うん、あごめんあの また間違えちゃったみたいな間違えちゃったじゃねえよとどうしたぶつけられたのみたいな感じで周りが盛り上がって俺はそれをずっと見てたんだけどいや返してやれよでも本人も何も怪我もなくね大丈夫だったらしいけどそんなの間違えて LINE にグループ LINE にあげると思って気をつけろよ本当それだけ言いたかったということで、はい、妹さんも怪我はなかったということでまた私はババアのところにタッカルビマンを買いに行きたいと思います嘘でしょそれはということで久しぶりのホットサンドでしたけどもこれからもいろいろなものを挟んでいきたいと思います僕が挟まれたいのは柔らかいパイ2つカット重大なこと言うの忘れちゃった物販担当ゆうやからお知らせです先日までビレッジヴァンガードさんで販売をしておりましたモバイルバッテリースカッシュのオリジナルねそしてスマホリングこちらがですねあのブレーカーストアで買えなかったんですけれどもなんと今週の金曜日この時間からブレーカーストアで買えることになりました撮影会来れなくて買えなかった人とかビレッジヴァンガードさんにちょうど近くに店舗がなくてとか都合が合わなくてとかっていう、まあ、買えなかった人がいましたらぜひこの機会にインターネットの方でゲットしてください思っております。で、それ以外にも、今まで出したグッズ、いくつか再販されるのが、ちょい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 あると思うんで、もう詳しくは、数もいろいろもろもろ限りがありますので、この動画の詳細欄に、ブレーカーストアの URL を貼っておきますので、そちらのページに飛んでいただいて、今何売ってるのかなっていうのを見ていただけたらなと思っております。スマホリング、モバイルバッテリーなどなど、まだまだゲットしない方は、ブレーカーストアに行ってらっしゃいペルンはいこれからもまたホットサンドを続けていきたいと思います、私が挟んで欲しいものは乳首